リスナーと旅行やアウトドアに最適な軍隊仕様の大容量バッグカリマースペシャルフォースのセイバー30のご紹介です。旅行アウトドアに最適な軍隊仕様の多機能で大容量なバックパックです。サイズを見ていきましょう。縦約55センチ、横約30センチ、厚さ約20センチです。重さは約 1.1kg、 容量は30リッターとなっており、一人分の衣類やキャンプ用品などを収納するのに十分なサイズ感です。素材は強度と軽量さを合わせ持つ KS60 を使用、耐必殺性と耐摩耗性に優れた600デニールのポリエステル生地で、防水エラストマーポリウレタンコーティングとフローロカーボン耐久性撥水で仕上げられています。ちなみにマルチカムは500デニール赤外線反射生地が使用されています。メイン収納部を見ていきましょう。収納部はフラップと巾着袋のような絞り口で閉じられており、雨水も入り込みにくい構造となっています。ストッパーを緩め開口します。リア側に大きなポケットが2つついているのみのシンプルな構造で、広々とした収納となっています。ポケットを見ていきます。一つは開口部に内蔵されたゴムにより緩く閉じられており、内容物をすぐに取り出すことのできるポケットとなっています。もう一つはベルクロによって閉じられたポケットです。ウレタン製のプレートとリアパッドに挟まれており、タブレットやパソコンなどの電子機器を収納した際もしっかりと保護してくれる設計となっています。またハイドレーションポケットとしての役割も兼ねており、両サイドのチューブ口からハイドレーションチューブを出すことができます。フラップはサイドリリースバックルによって閉じられ、荷物量に応じて長さ調節が可能となっています。フロント表面部にはツインピッケルホルダー、2つのピッケルホルダーです。ピッケル、ツルハシを固定するためのホルダーですが、その他にも様々な用途で使用可能です。ピッケルを固定する際にはフラップ開閉用のバックルのウェビングの下方に備わっているループも使用します。このような形のハンマーでも固定可能となっています。こんな感じ。両サイドにはコンプレッションストラップが備わっています。バックパックの中に入らないスキー板のような長い荷物を側面に固定したり、ベルトをしっかり締めることで内容物が中で動いてしまわないよう固定、圧縮したりすることが可能です。さらにサイドポケットも設けられており、
すぐさまボトルやその他の小物を取り出すことが可能となっています。上部にはショックコードキャリーシステムが採用されています。上着などの荷物を中に入れず外側に簡易的な固定をすることが可能です。ジッパーポケットも備わっており、ちょっとした小物の収納も可能です。割と広いです。ギア部を見ていきましょう。上部にはキャリーハンドル、直接背中に触れるリアパッド部分は通気性、クッション性に優れたメッシュ生地となっています。ショルダー部も内側はメッシュ生地となっています。ショルダーハーネスは S 字型となっており、体にフィットする設計となっています。表面にはウェビングが搭載されており、D リングやチェストストラップが備わっています。左側にはハイドレーションチューブを固定するためのホルダーも設けられています。ショルダーストラップの長さはもちろん調節可能です。チェストストラップは取り外しが可能で、お好みの位置に設定できるよう設計されています。ご自身の体に合った高さに設定し、バックパックを体に密着させることで動作時の負担を軽減します。その他にもお好みのカラビナや小型ポーチを増設することも可能です。ショルダーストラップの長さはもちろん調節可能です。下部にはウエストベルトも備わっており、しっかりと体に密着させることが可能です。もちろんベルト部分は調節可能で、着脱が容易なサイドリリースバックルが使用されています。ウエストベルトのサイド、パッド部分もパルスに似た設計となっており、ポケットクリップやカラビナなどで小物をかけてもずれないようになっています。ポーチもつけようと思えば可能です。メイン収納部に荷物を限界まで入れるとこんな感じ。背負ってみるとこんな感じ。以上、カリマースペシャルホースのセイバー30のご紹介でした。